はじめまして皆さん、今回のタイトルはここにありますけれども、イントロダクション and advanced usage of a powerful NPR shader Intelligent to shader 2.0 The past and the present and the future of UTS2 ってタイトルなんですけれど、まあ、あのタイトルの通りですね、Intelligent to shader というですね、あの NPR 系のシェーダー、ノンフォトリアリスティック系のシェーダーのですね、あの紹介と、それとですね、まあ、発展的な使い方を皆さんにですね、ご説明しようと思います。はい、それでこちらがですね、本日のトピックリストです。今日はですね、Intelligent Shader 2.0、つまりですね、UTS2 についてお話ししようと思っています。まず僕自身の紹介から始めます。ね、それで続いてですね、UTS の過去について、ね、さらにその UTS の過去については、UTS2 とは何か、またそれを手に入れる場所ができる場所、そしてその歴史みたいな話をしようと思っています。さらに UTS2 の現在においては、初心者が UTS2 を学ぶ方法と、その高度な使い方を紹介しようと思っています。最後にですね、UTS2 の未来と称しまして、ロードマップについてお話ししようと思っています。そして十分な時間が残っていれば、会場より質問を受け付けますので、ぜひですね、皆さんのセッションを楽しんでいっていただければと思います。そうですね、こちらがですね、私自身の簡単な自己紹介となります。私は Unity Technologies Japan のコミュニティエヴァンジェリストの小林信之と申します。よろしくお願いします。あ、どうもありがとうございます。はい。もともとはですね、ゲームデザイナーでして、PS2 や PS3、PSP などの多くの向けてですね、多くの IP ゲーム、まああれですね、要するに、キャラクターものと言われているゲームなんですけど、そういうものをコンソール用に作りました。で、僕がですね、Unity にですね、参加したときに、同時にですね、Unity ちゃんプロジェクトを始めたので、Unity ちゃんの両親の一人とも言えますと。まあ実際、Unity ちゃん、ね、プロジェクトには3人ほど関わっているんですけど、そのうちの一人ということですね。さらに加えて、現在ですね、UTS2 の開発者でもあると。ね、それで、このプロジェクト自体は3年ぐらい前から、ね、始まったものですと、はい。まず最初ですけれども、はい、パート1と称しまして、UTS2 の過去、ね、UTS2 とは何であるかと、そしてどこで手に入るのか、そしてその歴史についてお話ししようと思っています。で、ここではですね、UTS2 のですね、重要な機能と仕様を紹介しようと思っています。いくつかの機能がですね、現在のように実装されている理由がお分かりいただけるんではないかなと思います。まずですね、こちらのですね、SD ユニティの写真をね、見ていただきたいんですけれども、こちらがですね、いわゆるですね、セルシェードの外観ですね。で、こちらがですね、要するにいわゆるですね、あれですね、イラストレーションルックのですね、外観というものですね。この2つのモデルなんですけれども、実は全く同じモデルでして、しかもテクスチャーも同じものを使っています。で、この差というものは一体どこから生まれているかといいますと、実はですね、シェーダーのプロパティにありますですね、スライダー、そのスライダーを動かすことだけで、この、ね、差というのが生まれております。で、実際ですね、UTS2 を使っている場合はですね、このスライダーを微調整することで、これは2つの外観の間を簡単に変えることができるわけですね。まあ、実際ですね、皆さん自身のですね、キャラクターのルック開発をするため、まあ、結構いろんな、ね、シェーダーを、ね、どういうふうに選ぼうかとか、どんなふうな外観をしようかということで、ね、悩まれると思うんですけれども、UTS2 を使えばです、ね、そこを悩む必要はなくて、最初からです、ねまあ、とりあえずいろいろ用意したものを、ね、組み合わせることによって、いろんな表現が楽しむことができると。ねまあ、おそらくです、ね僕の考えるところでは、皆さんが考えるですあらゆる外観、ルックというのは UTS2 を使えばです、ね、実現できると思います。でですね、すごく重要な概念としまして、UTS2 ではですね、基本3色と1色のハイカラーが自由に使うことができると。これがすごく重要なことです。基本3色とは何かといいますと、基本色、まあ、ベースカラーと言われているものですね。あと、1影色。これはファーストシェードカラーと呼んでおります。最後に2影色、セカンドシェードカラーというこの3つです。これらの色はですね、基本的にメインライトの方向からの相当順によって配置されるものです。ですね。はい。でしかもですね、純粋にですね、こう順番に配置されているわけですから、別にカラー自体はどんなカラーを置いてもいいわけです。で、実際ですね、その置いたカラーに関しまして、このね、彼らのね、カラーの領域、パワーをですね、制御することもできますし、ね、各色の間のぼかしみたいなものも同じようにですね、スライダーで調整することができます。さらにこれらに加えまして、ね、3つのカラーエフェクトを個別に追加することができるんですね。で、3つのカラーエフェクトって何かと言いますと、それはリムライトとマットキャップおよびエミッシブというものです。まあ、リムライトというのは端っこの方に光が入るようなもの。
マットキャップというのは、あとこれは後のほう、後のほうではちょっと説明します。あと MEC 物体は光物ですね、要するにそういうことですね。さらにこれをですね、個別に追加できるという意味なんですけど、これは必要に応じて各効果をオンオフできるということを意味しています。実際ですね、こちらの右の図、これを見ていただくと分かりますけど、スライダーで調整しているだけでこれだけの外観が変化していくんですね。これカラーとかは全く同じでして、当然ライトの光源とかの方向も全く同じです。なのにこういうふうにスライダーをいじるだけでこういうですね、相当いろんな形へと変化していると、ね、この、ね、変化が、ね、簡単にできるというのがこの UTS-2 の最大の特徴であります。さらにですね、このね、たくさんのキャラクターが、ね、いますねってね、これらのキャラクターですね、結構いろいろと色とりどりであれなんですけど、全部ですね、これらのキャラクター使われているマテリアルは UTS-2 ですと。ね、UTS-2 は現在日本で、ね、最も人気のあるトゥーンシェイダーの一つとなっています、はい、実際ですね、UTS-2 が使っているキャラクターはアニメムービーやキャラクターゲーム、VTuber、ね、本当に日本のさまざまなコンテンツで見つけることができます、まあ、ここら辺に出ているのは、ね、あの雑誌の表紙になったものとか、実際ですね、VTuber が活躍している篠宮めぐちゃんとか、そういうようなものですけれども、まあ、こういうのをたくさん見ることができます。他にもですね、ちょっと名前は出せないんですけど、非常に有名な VTuber なんかも使っていただいて思います。さてですね、UTS-2 では当初はプロのアニメユーザーを対象に開発されたものです。実際ですね、左の、ね、こちらの画面を見ていただくと分かるんですけれども、これですね、ユニティちゃんの髪のカラーチャートのサンプルです。まあ、ユニティちゃん自身で、ね、このアニメっぽいものを作ったことがありますので、こういうのを準備したんですね、はい。このようなチャートを作成するために、プロ向けのアニメシェーダーには任意の位置に任意の色を配置できることが必要なスペックとして挙げることができます。で、実際 UTS-2 はそれが可能なわけですね。でさらにこちらの右の画像、こちらの画像はですね、2017年、つまり2年前ですけれども、UTS-2 と、あとですね、ペンシルプラス4ライン4ユニティというですね、アニメ業界が有名なあのラインシェーダー、それを使って組み合わせると作成された最初のセルックムービーです。さらにですね、このね、先ほど言った UTS-2 とペンシルプラス4ライン4プラスユニティの、ね、組み合わせっていうのは、プロのアニメーションスタジオ向け日本ではポピュラーになっています。で、今年2019年には明日世界が終わるとしてもという、ね、名前のセルルックアニメ映画がですね、劇場公開されました。で、この映画におきましてですね、 UTS-2 は 3DS Max とともにレンダラーとして選ばれていますですね。 UTS-2 によって、あ、そうです、そう、失礼、 Unity によってレンダリングされたシーンに UTS-2 が使われているということですね、はい。で、ちなみに具体的に使われている場所というのは、例えばなんですが、新宿の通行人とか敵の操り人形とか、ね、これらすべてはですね、さまざまな AI キャラクターがによって作られているシーンのことです。まあ、これらのシーンに登場するキャラクターにはちょっと特徴がありまして、外見にたくさんのバリエーションがあって、しかも AI によって個別に動くという、これをですね、MAX で作ろうと思うと結構大変な作業量になってしまうので、そこら辺がリアルタイムに強いですね、 Unity が使われたってことなんですね。まあ、その中で実際ですね、このね、スタッフの皆さん一人の方がですね、ユニティと UTS-2 のパフォーマンスとても素晴らしかったことをおっしゃってくれておりまして、ね、また使いたいというふうな言葉をいただいておりますので、また次の映画ではですね、ユニティがますます使用されることになるんじゃないかなと僕自身は楽しみにしております。さて、なぜプロのユーザーの方に UTS-2 が好まれるのでしょうかと、まあ、これがですね、非常に面白いポイントなんですけど、それはですね、影を強力にコントロールできるからというのが端的に言えば、ね、その理由です。で、この左の画像です、ちょっと見てみてください。こちらですね、これはね、影がデザインの、ね、重要な部分であることを示している図なんですね。つまり何と言いますかね、例えばなんですけど、この形状を、ね、強調したりとか、イメージ、ね、色のイメージを強調したりとか、そのために使われているわけですね、はい。まあ、まさにですね、影というのはキャラクターの形を強調するために使われているもので、この点を考慮して、ね、UTS-2 にはスタイライズド影、つまり、ね、デザイン化されている影を制御するための多くの機能が搭載されていま す, です、ね。まあ、こちらのビデオですね、右側のビデオ、これはそれらの機能の一つでして、シェーディングレードマップと呼ばれている機能です。よく見ていただくと分かりますけれども、です、ね、この髪の毛の下の方にこう下から上がってくるような、よく絵で描くような影ありますよね。こういうのが光が当たると同時にさーっと上がってくるのが分かると思います。こういうふうなですね、こうスタイライズドな影っていうのを、例えば単純にシェーディングで作るのは非常に難しいんですけれども、UTS-2 の場合にはですね、これらのですね、髪の下側に出てる理想的な影っていうものをですね、簡単に、ね、制御することができるんですね。
まあ、そういうふうな機能がたくさんあるということです。はい、それでこちらがですね、UTS とは何かということでまとめになります。でここでね、挙げときたいのは3つのポイントですね。すなわち基本的なアーキテクチャ、さらに柔軟に色を設定することができること、そして影に対する強力なコントロール、この3つがですね、UTS のすごい、ね、重要なポイントです。でこれらの機能はすべてキャラクターのルックレボを作成するのに大変便利なものでして、アニメーションの場合はなおさらならないというわけですね。で次のトピックでは UTS2 が、ね、そういうフィルムだけではなくてゲームシーンを作成するにもどれほどパワフルかということを見ていきたいと思います。その前にですね、 UTS2 を、ね、入手できる場所を紹介したいと思います。さてですね、UTS2 は現在 Unity3D-JP のですね、GitHub リポジトリよりダウンロードすることができます。で、Google から UTS2 シェーダーと、ね、検索していただければ、すぐですね、このね、リポジトリ見つけることができます。ライセンスは UCL2.0 で、商用、使用用問わず、すべて無料で使えます。もうどんどん使ってください。さらにですね、このね、続けていきます。はい。ちょうどですね、このね、講演を機会にですね、過去からの UTS とですね、現在の UTS2 をですね、ちょっと比較してみました。で、これら2つの画像というのは、同じ条件のライティング下のスタンダードシェーダーとね、UTS2 の比較をしているものです。こちら側がスタンダードシェーダーですね。こちらが UTS2 のね、最新バージョンです。当然ですね、画面の中に写実的、フォトリアリスティックと、ね、ノンフォトリアリスティック、NPR のイメージの違いってありますけど、リアルタイムに対する反応に関しましては、ほぼ同じような場所にですね、同じような現象が起こっているということが分かると思います。つまりですね、リアルタイムライトに関するすべての表面反射に、ね、注目すると、両者はほとんど同じ領域にですね、同じ反応が起こっているわけですね。これはですね、リアルタイム機能に関しましては、最新 UTS2 はスタンダードシェーダーとほとんど同じように反応するということを意味しています。それでですね、今のシーンからリアルタイムポイントライトを消してみます。そうしますとシーンはリアルタイムのディレクションライトのみによって照らされることになります。この条件のもとでこの2つの画像、同じようにこちらはスタンダードシェーダー、こちらは UTS2 ですけれども、見てみますとそれぞれですね、光と影の構成要素っていうのが全く同じ位置に表示されることが分かると思います。本当に同じ位置に出てますよね、これね。はい、特にですね、UTS2 にグローバルイルミネーションを、ね、反応しないように設定している場合にはこの UTS2 マテリアの基本3色は完全に制御されています。これは完全制御されてどういう意味かといいますと、要するに設定したカラーがそのまま乗っかっているということです。この場合ですね、ディレクションライトのカラーはピュアホワイトでインテンシティ1である必要があります。逆に言えばその条件さえ守っていただければ確実に設定した色が確実に乗るわけですね。そんな感じになっていると。はい、ここからですね、過去とのちょっと比較をやってみましょうね。はい、これら2つの画像はですね、 UTS2 の最初のバージョンこちらですと最新バージョンですね、比較です。これ見ていただくと分かると思いますけど、非常によく似ていて、まあ、ほとんど同じものではないかと思うと思いますけど、まあ、実際ほとんど変わらないですね。でこれらの画像から分かることっていうのは、一つのリアルタイムディレクションライトの条件下においては UTS2 の基本性や基本機能というのは最初から変わってないということを意味しています。一方でですね、これやっぱ同じなんですけど、こちらはですね、UTS のですね、最小バージョン、こちらは UTS2 の、ね、最新バージョンです。でこの2つの画像はかなり異なってますよね。でこれら2つのイメージの違いはどこにあるかといいますと、リアルタイムディレクションライトを除く他のライトに対するリアルタイムの反応の違いです。つまりリアルタイムポイントライトと環境照明、これに対する反応の違いですね。つまり最新の UTS2 のサーフェスリアクションに関しましてはスタンダードシェーダーとよく似ている、ね、表現をしている。先ほどもちょっと見た通りですけど全く同じだとね。それに対して、ね、一番最初のやつではちょっとかなり違うような反応をしたわけですね。まあそういう意味ではですね、この最新 UTS2 はさまざまなライティング条件の下でスタンダードシェーダーと同様に使うことができる、ね、これは何を意味しているかといいますと、ね、皆さん自身がですね、ゲームシーンをですね、まあ、スタンダードシェーダーみたいなのを使いながらたくさんの照明を使いながら美しくです、ね、飾りたい場合に、ね、最新 UTS2 は本当に、ね、役に立つと、そういうことです。つまりですね、ライティングの、ね、条件と選ばないということですよね。はい、でさまざまな、ね、ライティング条件下における、ね、最新 UTS2 はですね、結構、ね、堅牢性といいますか、すごくですね、タフなんですけれども、ね、それは、ね、どうして磨かれたかといいますと、VTR チャットの世界でですね、ガシガシと磨かれた結果なんですね。これらの、ね、3つの画像ってそれの過程を示していますんですね。
まあ、この画像なんですけど、僕の友人の一人がですね、VR チャットをさまざまな世界にジョインしてですね、それでこれらの、ね、スクリーンショットを、ね、撮ってきてくれたんですね。で、このスクリーンショット見ていただくと分かると思いますが、このね、おのおのアバターがですね、みんななんか持ってますよね。これなんだか分かりますか？これですね、カラーチャートボードなんですね。マクベスカラーチャートってよく言いますけど、それを持ってるんですよ。で、彼のアバターはですね、常にいつもで2つのカラーチャートボードを持っていまして、それらのマテリアルの一つは UTS-2 で、もう一つはスタンダードシェーダーだったわけですね。それでこれらのスクリーンショットをですね、撮ってきて僕にくれるわけですね。それで彼が撮ってきたスクリーンショットをですね、比較することによって、ね、様々なライティング条件下で2つのシェーダーのサーフェス反射を比較することができるわけです。まあ、こういうことを地道に繰り返すことによって、あれですね、それぞれの、ね、ワールドの、ね、ライティング条件、ね、VR チャットって実は、ね、ワールドの条件下でどういうライティングされているかって全然紹介されてないんで全くわからないんですけど、でもこの2つがあれば何が行われているか大体わかると。で、その元でですね、じゃあどうして違うのかなっていうのを類推しながら色をですね、スタンドシェードの方に近づけていくという、そういう行為をずっと繰り返したわけですね。まあね、こういうふうなことをよくやるのはね、実を言いますと、あれですよね、物理ベースシェーダーなんかのマテリアを作るときによくこういうふうなアプローチって使うんですけど、ね、こういうふうなですね、まあ、現実世界よく使われてこういうふうなアプローチがですね、VR 世界でもね、有効であるということをね、初めて知ってちょっと驚いた次第ですね。はい。まあ、とは言ってもですね、昔の人が言ってる通りで、言うは安くね、行うは難しというね、これらの画像はですね、カラーの適切な見た目を得るために、ね、大変長い道のりがあったことを示しています。はい。まあ、なんかね、いろんなね、何かをでやると何かがうまくいかなくなるみたいな感じで、ね、それでね、また新しいワールドを発見すると、ね、どういうふうに違うのかって、それでそれごとにですね、全部ですね、ちゃんと合うように直していくと、ね、そういうようなことを繰り返していったわけです。ね、この長い道のりの最中にですね、UTS-2 はね、重要な機能を手に入れましたと。それは何かと言いますと、信頼率ハイカットフィルターと呼ばれているものです。これはですね、このフィルターなんですけど、各ライトが持たずハイレベルな明るさのみをカットすることで、過剰露光を避けて、マテリアの見た目やカラーを保つことができるという機能です。これが実はですね、VR チャットだけではなく、ゲームシーンにも非常に便利なものなんですね。この、ね、露出過度、ね、このなんですか、光が、ライトが集まってきちゃうと、どうしても白飛びしてしまって、明るくなってしまうという現象っていうのは、全ての NPR 系のシェーダー、まあ、トゥーシェーダーはそうですけど、直面している課題なんですけど、この問題をですね、信頼再カットフィルターって解決してるんですね。おかげさまでですね、このように、ね、白飛びがしやすいような環境でも、なんて言いますかね、こう、絵としてほしいような感じというものを作ることができると。こういうのをですね、簡単にね、ボタン一発で作ることができるというのが非常に特徴ですね。はい。一方ですね、さらにですね、ほとんどのセルシェーダーって、ですね、ディレクショナルライトしかサポートしません、ね。これはなぜかと言いますと、まあ、ディレクショナルライトサポートしないということはどういうことかというイコール、ポイントライトサポートしていないという意味なんですけど、ね、しかし UTS-2 はですね、それはそれをサポートしているんですね。はい。いや、動き出しましたが。はい。まさにね、最新の、ね、UTS-2 はポイントライトを下でもセルルックを保つことができますと。そこでですね、ここで質問なんですけど、なぜ多くのセルシェーダーではポイントライトをサポートが難しいのかと、そのことを考えてみますと、それは実を言うと、ね、ポイントライトに逆二次用の法則と呼ばれていますですね、距離による減衰があるためなんですね。この現象はですね、セルシェーダーのですね、外観にものすごく悪い、ね、影響を与えるんです。つまり何を言ってるかというと、色が濁ってしまうんですね。実は左のムービーちょっと見ていると分かるんですけど、これライトは同じように動いていますですね。で、こちらの方のですね、UTS-2 のバージョン 2.2.0.4P1 ってやつを見ていただくと分かるんですけど、セルっぽいところにさらになんかこうスタンダードシェーダーっぽいような影が落ちているのが分かりますかね。こうちょっと暗っぽい影が落ちていると思いますけど、これがですね、ものすごくプレゼンスを壊してしまいます。それに対して現在の UTS-2 はですね、この通りですね、ポイントライターを置くと、ここにこう影がですね、こうスタイライズの影、よくね、これ、わかめ影というんですけど、こういうのが動いていくのが分かると思います。ですね。まあ、本当にですね、こういうふうな感じにね、濁ってしまうのが、ね、あれですね、セルシェードに対するやられたポイントライトは典型的不作用なんですけど、ね、UTS-2 のですね、バージョン 2.0.5 からそれを解決していますと。ね、実際ですね、こちらの方は本当にいい感じの、ね、ルックをね、保っていまして、ね、そういうようなことができるのが特徴ですと。はい、さらにですね、マットキャップ、ね、マットキャップはですね、トゥーシェーディングよく使われている機能ですね。
で、マットキャップといいますと、Z ブラシのですね、マテリアルとしても知られていますと。で、非常にね、簡単にいろんな表現ができますし、ね、ね、リアルな表現もできれば、ね、割とね、スタイライズな表現もできますので、ね、非常に好まれている機能です。これら2つの現象や画像はですね、通常のマットキャップの実装と UTS-2 で使われて特別な実装を示しています。この違いですね。こちらが普通の実装です。こちらは UTS-2 です。よく見ていただくと分かりますけど、こちらすでに上を向いてますね。傾いているにもかかわらず。こちらは傾いているに向かって上ね、ちゃんとこのね、なんかこう地平線の方向を守っている。あと、よく見ると、この真ん中のものは歪んでないんですけれど、これ端っこに行けば行くと、これパースがかかっちゃってるの分かりますかね。でもこちらの画像はパースかかってませんよね。こういう状態になっていると。まあ、特徴で言っちゃいますと UTS-2 の実装ではマットキャップの画面というのはカメラに歪まない上にローリングもしないと。でこれはですね、実は VR ではものすごく重要な機能でして、マットキャップ画像が歪んだりローリングするということはどういうことかと言いますと、 VR 内でユーザーの視界がですね、頭を動かしても、ね、歪んだり、ね、回転しないということを意味しているわけです。つまり UTS-2 は VR におけるプレゼンス、つまり存在感を損なわないということですね。そういうような目的で作られている。でさらにですね、鏡オブジェクト、ね、鏡オブジェクトってゲームシーンであまり見られないんですよね。結構ね、いろいろね、鏡って割と普通から見るものなんだけど、結構実装めんどくさい。だから実際ね、鏡ってあんまり置きたくないってやつが、ゲームをね、作る側としてはそういうことあるんですけど、ね、まあ大抵の場合ですね、鏡に対してマットキャップを映してみますと、正しいイメージとね、出してくれないわけです。一方ですね、VR の世界では鏡オブジェクトってものすごくポピュラーなものでして、まあなぜかと言いますと、ね、VR で特にね、VR チャットなんかでアバターが来たら自分どんな格好してるかなって見たいじゃないですか。という時には必ず鏡を見たり自撮りを撮ったりするわけですね。そういう時にね、必ずね、この問題が起こってくると。ですんでですね、まあこういうような感じですね、ちょっと見ていただくと分かるんですけど、こちら鏡のオブジェクト、ここのところに正しくですね、スフィアが映ってる、鏡文字になってると思いますけど、こういうふうなことでちょっと見てると分かるんですけど、ね、こういうふうなね、大きな機能ではないんですけど、VR のプレゼントを保つ上で非常に重要な仕様というのを、ね、積んでいると、ね、こういうようなところはやっぱり特徴の一つですね。さらにですね、アクセントカラー、ね、あなたのアクセントカラーを、ね、どんな色を選択するかと、ね、アクセントカラーとは光の方向と反対側に設定される、ね、カラーのことですね。で UTS-2 の場合でしたらアクセントカラーとして2影色、セカンドシェードカラーを使用することができますと。でこのカラーは形状やマテリアルカラーの、ね、全体の意思を強調するために非常に重要なものですとね。で実際にですね、でカラーはどんなカラーをですね、アクセントカラーとして設定するかって問題なんですけど、例えばこの例でしたスキンマテリアルとしまして、アクセントカラーとして淡いブルー、ね、淡いブルーが使われてますね、ここですね、はい。さらにボディマテリアルはこれだと赤紫のちょっと強めの色ってやつが入ってます。このものが入ってますね。さらにそれをですね、アンチポーディアンリムライトっていうね、これ体積リムライト、つまり光の反対側の方にから現れるライトってやつを作ること、使うことができまして、ね、それにパープルが足されておりますので、それをさらに強調するみたいな感じになってます。で実際ですね、 UTS-2 ではですね、好きな色をアクセントから設定することができる。つまりですね、2影色だからといって1影色よりも、ね、暗い色を設定する必要はないわけです。本当にイラストライクにですね、自分の好きな色を設定していい、そういうのがすごい大きな特徴です。さらにノーマルマップですね。ノーマルマップももちろんですけど、バンプマップで使用することもできます、ね、また同時にですね、それらを、ね、他の目的に使用することもできるわけですね。この左側の画像、こちらは何に使われているかといいますと、ノーマルマップ自体をバンプスケール調整する作ることによって、スキンマテリアルのディティールマップと使用しています。まあ、ここら辺のですね、歯のこの影の拡散具合なんかをいい感じに拡散させているのが、このバンプスケールのですね、効果ですね。さらにこちらの画像、こちらの画像ではノーマルマップがマットキャップのスペキュラー拡散マスとして使われております、ね、実際ですね、UTS-2 ではノーマルマップの色のね、ノーマルマップをですね、各色、基本3色、ハイカラー、リムライトの効果をですね、個別にオンオフできる、ね、できますので、まあ、やれば単純な形でいいんだったら使わなくてもいいし、ね、複雑な形にしたい、影を落としたいんだったら使えばいいと、そこを使います。さらにですね、マットキャップの場合でしたら、ね、専用のですね、ノーマルマップをね、さらに割り当てることができますので、こういうのを使うことによって、ここのね、まさにこの絹のような光沢感、絹のような光沢感のある紙っていうのが表現することができるわけですね。本当にですね、いろんな使い方ができると。ここまでですね、前半がちょっと終わりでして、パート2のね、UTS-2 のね、2の現在について話をしようと思います。こちらはですね、初心者向けの英語による学習教材を紹介し、高度な仕様を特に照明技術について説明しようと思っております。はい。現在ですね、UTS-2 を学び始めるためには、英語もしくは日本語で3つの教材を使うことができます。
ね、まず一つがユーザーマニュアル。でこちらは英語版と日本語版があります。次にカスタム GUI インスペクター。これはですね、Unity 標準ですね。ちょっと英語になってます。最後、初心者向けの UI の切り替え機能とか積んでます。これを順番に、ね、ご紹介します。まず一つ目ですね。GitHub レポジトリの方には大変詳しいユーザーマニュアルがありますね。マニュアルは UTS-2 カスタムマテリアルインスペクターのリンクボタン、このね、頭の方にあるんですけど、このボタンを押すことによって一発で開くことができます。横には日本語用のページもありますので、もしも日本語が得意な方はこちらを見ていただければいいかと思います。はい、で実際ユーザーマニュアルの方には単純な使い方だけではなくて、トゥーンスタイルに関する豊富なナレッジをですね、集めてありますので、実際ね、マニュアルを読みつつ、実際に UTS-2 を触ってみるって、これを繰り返すことによって、美しいトゥーンスタイルを作り上げる方法論が自然に身につけることができます。さらにですね、このカスタム GUI インスペクター、これはですね、この上でですね、皆さんですね、このね、キャラクタールックデボするね、作る、まさにワークベンチなんですけど、このワークベンチを使って、さまざまなテクニックをいろいろ試してみることで、独自のスタイルを手に入れることができると、そういうものですね。で、このワークベンチ、上からでいろんなふうに、例えばここにね、ベーシックカラーで、ね、およびルックを作る部分、ね、さまざまなエフェクトを乗っける部分ね、アウトラインを、ね、かける部分ね、さらにライトでカラーのエフェクトなんかをつける部分というふうに、まあ、順番に分けられておりまして、この追加していくプロセスはちょうどですね、まさにね、Adobe Photoshop を、ね、使用したデジタルキャラクターのね、最初ワークフロー非常に近いものなんですね。で実際ですね、カスタム GUI インスペクターの各メニュー項目は、ね、このキャラクターの、ね、デジタル彩色のワークフローに、ね、適しているように配置されていると。で、実際ですね、どんなふうな感じにですね、プロセスが追加されて、ルックが変化するか、ちょっとここで見ていきましょう。最初ですね、シンプルベースカラーですね。各部分に基本色を置いていきます。この段階ではテクスチャーを使用せず、マテリアルカラーの見作業をすることがよくあります。まあ、ざっとで色を置いたりして、まあ、様子を見るわけですね。まあ、アニメーションとかで本当にこんな感じにやっちゃう場合が非常に多いですね。次、ベースマップを追加する、ね。ゲーム用だったらベースマップを追加する方が多いですね。基本色が決まったらベースマップを作成して、ね、ただしね、UTS-2 のテクスチャーとしましては、なるべくフラットに着手する方がいいですね。まあ、影というものはほとんどですね、UTS-2 の方で作ることができるからという理由です。でこの段階で実を言うとアウトラインを、ね、ざっと追加しちゃうと結構いいです、ね。この段階でアウトラインを追加しちゃうとキャラクターが際立って存在感が増してきます。何を表現しようとしているか、ね、はっきりと分かってくるという感じですね。次、ここで1影色を足します、ね。ファーストシェードカラーを追加します。ね、1影色を追加することによって基本色を強調するとね。で1影色の領域は当然ですけど、ね、ベースカラーステップとかそこら辺 の, です、ね、スライダーを利用することによっていつでもです調整することができますので、やっぱりカラーを決めた後で乗っけてみてその様子を確かめてみる、これはすごく重要ですね。次に2影色を追加する、ね、2影色っては必ずしも必要ではありませんけど、もしもです、ね、乗っけるんでしたら基本色とのカラーコントラストを意識して色を入れるのが効果的ですね。先ほどコンストラ、ね、コントラストカラーと話しましたけど、まさにこの、ね、コントラストカラーと、ね、考えながら、ね、色を乗っけていくというのがすごく重要なことです。でさらにです、ね、この各カラーの間ぼかしを追加しますね。基本3色の間ぼかしを追加すると、ぼかしの強さはシェーダープロパティによっていつでも変化できます。つまりはです、ね、本当にこうスライダーによって様子を見ることができる。これだけでも、ね、かなりなんか雰囲気変わりますね。この通りかなり変わりました。さらに、ね、ハイカラーを追加します。ハイカラーを追加を加えることによってボディの細部の形状が強調されます、ね、スライダーから、ね、マテリアル単位でハイカラーの強度を調整できるだけでなく、ハイカラーマスクというです、ね、特別なマスクを作ることによって微調整、ね、強さの微調整を、ね、細かくすることができます。でハイカラーを足すと本当にこう際立ってくるといいますか、こういうふうに立体感が増してきますよね。そして、リムライトのマットキャップを追加する、ね。リムライトマットキャップってある種のエフェクトなんですけど、ね、まさにマテリアルごとに設定できるエフェクトですね。これらの、ね、キャラクターは、これらの、ね、目的は、キャラクターはボディラインを強調し、各部分のディティールを深めていくことです。ね、ちょっと前と比べると、さらにこうディティールが深まってくると分かりますかね。でさらに GI ですね。グローバルイルミネーションね。ね、GI インテンシティを追加すると。GI インテンシティをオンにしますと、UTS マテリアルライトプローブに反応するようになります。ね、ライトプローブは進化やグローバルイルミネーションでキャラクターを照らすために最良の方法ですね。まあ、これはですね、ステージを設計しないとできないんですけれども、でここで GI を足すことによってより強調されるんですね。この、ね、カラーが、ね、なってくるわけですね。こういう感じ分かりますかね。で最後にですね、ライティングエフェクト、ね、照明効果を追加します。最後にね、ライティングエフェクト、さらにポストエフェクト追加することによって最終的キャラクターのイメージが完成すると。まあ、ここまでくれば全部終わりと、ね、
この、ね、段階で見たと分かる通り、こういうの全部分解して見られるのがやっぱり有理定数の特徴でもありますね。はい、でね、ね、これだけで多機能になっちゃいますと、まあ、大体どのぐらいのコントロールがあるかといいますと、UTS2 のですね、カスタム GUI インスペクターで現在110ぐらいでコントロールがありますね。これね、110コントロールがあると、学習するにはちょっと多すぎるなと思う方が多いかなと思います。そういう場合はですね、UI タイプで初心者向け、ビギナータイプというふうに、ね、切り替えることができます。ここにありますね、ボタンですね。ボタン一発で切り替えることができます。そうしますとですね、UTS2 の全コントロールよりすぐりの56個のコントロールに、ね、制限して使用することができると。それらはですね、実際使ってみれば分かるんですけど、自分自身のスタイルを作るには十分な、ね、機能を持っています。で、もしもこれ足りなくなったらいつでもですね、プロフルコントロールを切り替えることができますので、ね、あ、ね、他にもっと機能なかったかなと思ったらね、ちょっとね、切り替えてみれば分かる。で、まずここの声をざっとね、置いてみた上で、ね、さらに深めていくといいでしょうと、そういうふうなインターフェースになっています。はい、まとめです、ね、こちらがですね、初心者がですね、UTS2 マモについての学ぶ方法についてのまとめとなります。ユーザーマニュアルを読みつつ、強力なカスタム GUI インスペクトを実際に使って、トライアンドエラーの繰り返しを行うと、ね、これが UTS2 を学ぶための最良の方法です。まあ、実際に、ね、Unity っていうのは、ね、そういうふうに使った方が面白いので、ぜひ楽しみながら使ってみてください。はい、で、ここからはですね、UTS2 の、ね、コードの使い方で説明しようと思います。こちらのですね、4つの画像、ね、あのブースの、ね、ところに販売されているモデルなんですが、よりすぐりのものを、ね、持ってきました。はい、これらの、ね、4つの画像はですね、UTS を使用した高品質の 3D モデルなんですけど、これらのモデルって本当にこのブースストアってところで、ね、買うことができるんですね。ここに URL 書いておりますけれども、ね、全てですね、優れたモデルで、実際ね、アーティストさんの、ね、この、ね、ワーク、ね、本当に UTS を学べて、ね、大変良い例になるとね、ありがたいのはこういうのが、ね、そんなに、ね、高い値段ではないもので買うことができますので、細かいものに関しましてはこういう、ね、素晴らしい例、ね、もちろん無料のものもありますし、実際 Unity の中でも使われているものがありますので、そういうのを見ていないで、実際に、ね、見て手元で見てもいただくのが実は一番いいんじゃないかなと思います。はい、まあ、これいうので、ね、学べるのは、ね、まさに、ね、マテリアのセットアップと、ね、モデリング技術のスキルなんですけど、さらにもう一つ、ね、UTS を使った、ね、スキルとしまして、ライティングテクニックに関しましてちょっとここでは説明したいと思っています。で、ライティングテクニックはですね、 UTS モデルを美しく見せるために知っておくべき重要なスキルです。で、ね、こちらの画面上ですね、3つのボックスの画面がありますけど、こちらの左の画面、こちらですね、黄色の光で満たされているですね、箱になってますよね。で、中央の光という箱はですね、青い光で、ね、照らされています、ね、こちら最初のこちらの箱というものは黄色と青のですね、ライトで照らされているんですけれども、ライト、このボックスの中自体は白い光でいっぱいになっているのが分かりますでしょうかね。こちらね、あの黄色だから黄色、こちら緑青だから青、こちらは黄色と青だと白になっているところですね。この現象はですね、光の下方混色と知られている現象ですね。つまり何かと言いますと、補色の光を混ぜ合わせるとそれは白色に変わるという、これすごく重要で、この原色を利用しまして単純な白色光を照らすよりもはるかに複雑で美しい光のミックスを実現できる、よくね、三点照明と言われますけど、三点照明の中でよく使われる技術の一つです。まあ、このね、あの光のね、あの下方混色と知ってるか知ってないかで UTS2 の使い方全然変わっちゃいます。その特徴がですね、まず一つね、まさにこの、ね、光の加工本色は UTS2 マテリアルの強力な効果をもたらす、ね、特にベイクドポイントライトとリアルタイムディレクションライトのミックスライティングを使用するとさらに効果が大きくなりますね。プロパティの GI インテンシティを利用しますとグローバルイルミネーションの強度を調整制御できると言いましたが、それをですね、例えば、ね、GI インテンシティを1にすることによってどういうふうに変わるかとちょっと比較してみましたね。こう見てみると分かりますけど、あるとなしとでは全然です、ね、こう派手さ加減が変わると言いますか、すでにこう、ね、分かるかと思います。実際ですね、GI インテンシティをオンにしますと、キャラクターに、ね、GI の、ね、ライティングが、ね、美しく追加されるか分かると思います。はい、同じようにですね、ミックスドライティングを加えまして、Unity アセットストアからボリュームで、ね、ライティングアセットみたいなのを導入することもできるわけですね。ボリュメトリックライティングに対応しているですね、あのトゥーンシェーダーってなかなかないんですけど、UTS2 って結構そこら辺は割と対応しておりまして、この通りですね、あのボリュメトリックライトで、ね、照らすことによって、よりなんとか派手といいますか、美しいですね、表現をすることができる、まさにゴッドレイのですね、表現が素晴らしい、美しいものを、ね、作ることができるわけですね。この、ね、例はですね、このオーラ2と呼ばれてます、ボリュメトリックライティングアセットの一つなんですけど、ね、UTS2 マテリアルがオーラ2で驚くほどドレスアップされたのに、ね、分かると思います。実際ちょっと、ね、その設定とか見てみましょう。はい、これがですね、オーラ2がオフの状態ですね、まあ、要するにミックスドライティングの状態です。
これにオーラネ2を足すとこんなふうな感じの光が、ね、加わると、まあ、実際反応してますね。でどういうふうにやってるかといいますと、これねまさに光の加工混色を使ってるんですけど、オーラスポットライトと2つですね、ちょうどこのふうな感じに補色関係になるように、ね、設定して、あ、この補色というのはこのさらにシーンの中が紫ですよね。だからこの位置とこの位置とこの紫の位置でこの三角形を描くというと補色を作って白い光を作るみたいな感じでやってますので、この最後の重なったユニティちゃんが白っぽくなってる、こう光がですね白い光に包まれるみたいな感じになってるわけですね。はい、まあだからこういうような感じですね、光のね加工混色を利用してオーラスポットライトにですね味付けをしながら当てることができると、こういうような感じのね見せ方ができるわけですね。こういうのはですね、ね普通のですね、アンディットのねトゥルーシェーダーでなかなかできないことなので、ぜひ楽しんでいただくと、ね、いいんじゃないかなと思います。特にね、VTuber みたいな YouTube で、ね、上げるような、ね、バーチャルキャラクターの場合には最高のね表現をすることができますね。後ほどですね、お時間がありましたちょっとですね、ムービーを見せようと思いますけど、まあそのですね、オーラ2での実際の画面のいくつをでショットしてみました。こんなような感じですね。あちらね、後ほどちょっとね、ムービーをお見せしようと思ってます。はい。で、最後になりましたが、ね、パート3、UTS-2 の、ね、未来、ね。ここでは UTS-2 の今後のロードマップについて説明しようと思います。はい。はい。まずですね、レガシーパイプライン。つまり通常のユニティパイプラインに関しましては、2つのトピックがあります。まず一つはですね、ほぼすべての現在、ね、機能が最新バージョン、バージョン 2.0.7 に動きまして実装されましたので、メンテナンスフェーズに入ることになりました。つまり LTS になったわけですね。まあ、それは何を言って言ってるかと言いますと、今後大きく機能を変えることはない。どちらかというとバグを取ったり、ね、ブラッシュアップをするのが中心になりますので、もしもいじるんだったら今からいじるのが一番、ね、最適です。また同時にですね、UTS を他の、ね、パイプラインとプラットフォーム、ね、HDRP とマヤに、ね、移植することも始めました。さらにもう一つですね、UTS-2 の専門書がボーンデジタルさんからですね、2019年9月に出版される予定です。ね、現時点は日本語のみですので、日本語のみということになっておりますが、まあ、人気次第では、ね、ボーンデジタルさん、韓国語とか版とかも出しておりますので、もしかしたら発売されるかもしれません。はい、またこの本のためにですね、新しいユニティちゃんモデル、こちらの方の、ね、このモデルですもね、公開する予定になっております。このモデルはですね、UTS-2 に DirectX11 のテスレーション機能とはついているんですけど、それのですね、サンプルになっております。まあ、すごいローポリなんですけど、ね、テステレーションをかけることによってハイポリとほとんど同じような表現ができる、そういうものになっております。さらにですね、 UTS-4 を、ね、マヤ、ね、このロードマップで説明したいと思います。こちらなんですけど、現在ですね、テストで、ね、作成しておりまして、2019年9月頃公開される予定です。特徴としましては、マヤとユニティ内の FBX ラウンドトリッププロセスで使うことができる。つまりマヤの上で、ね、実際 UTS-2 マテリアの様子を見たり、それで作ったものをですね、ユニティの方に持ってきて、さらに、ね、じっくりで見ることができる。まあ、当然ですね、いくつか、ね、制限はあるんですけど、ね、かなり、ね、近い表現ができる。実際ね、この今画面はこちらの方がマヤですけれども、こちらユニティ版とほとんど同じ画面が出るか分かると思います。で、同時にですね、現在ね、UTS-2-4-3DS-MAX も一応ね、準備中です。最後にですね、結構よく聞かれることなんですけど、ね、UTS-2-4 ね、HDRP のロードマップで説明したいと思います。HDRP 用の UTS-2、もしかしたら UTS-3 と呼ばれるようになるかもしれませんけど、開発を、ね、開始してます、すでにですね。まあ、実際、すべてのコードを、ね、HDRP を最適化された上で、ね、ターゲットは主にプロの映画およびアニメーションユーザー向けに考えております。まあ、ただですね、皆さんね、HDRP 軽く触っていただいている方、ね、お分かりだと思いますけれども、まあそう簡単にちょっと移植できるものではないので、今ですね、さまざま必要な要素とかを調べながら、結構ですね、僕らだけでなくですね、さまざまな実際ユニティの他のチームにも協力をいただきながら移植をですね、進めている最中です。はい、プロトタイプはですね、うまくいけば2019年9月頃ね、ユナイト東京2019あたりでお見せできるかもしれません。ただし現状はですね、スケジュール未定ですので、一応ね、念のためということでよろしくお願いします。はい、こちらですね、僕のプレゼン、本日のプレゼンシーは終わりです。ね、Q&A の方で、韓国語でどんどん、ね、言っていただければ、ね、お答えしようと思いますので、ぜひよろしくお願いします。最後に、ね、ご清聴ありがとうございました。
ポッと、あ、はい、サブトーン、はい、はいはい、あ、お願いします、はい、あ、なんか、じゃあよし、まず最初、UTF2 は、そうですね、いただいたご質問ですけれども、あれですね、UTS-2 を使うにあたりまして、あれですね、リアルタイムのライトの数およびあの GIO のですね、ベイクドライトどういうふうな設定するコツがあるかということだったんですけれども、基本的にですね、UTS-2 というのはフォワードレンダリング用のですね、シェーダーですので、例のあれですね、有効なポイントライトは4つというのの制限はあります。ですので、この4つは、ね、まず1つはディレクショナルライトが使われますが、ね、ディレクショナルライトがなくても、ディレクショナルライトあるものとしてですね、中のビルトインライトを、ね、使いますので、結果的にはですね、残り3灯をですね、ポイントライトにうまく割り当てています。ただその時にですね、ポイントライト自体は、こう、領域が重なっちゃいますと、ペカペカしちゃいますので、なるべく離すこと。一方で、ベイクドライトをする場合はですね、そういう制限がなくなりますので、なるべく光の領域が重なるように上手に密度を、ね、保ってこう配置してやること、それがコツです。あと当然ですけど、ね、ベイクドライトをキャラクターに反応させるためにはライトプローブが必要ですので、ライトプローブを使ってください。はい、これ多分ですけれど、あ、はいはいはい、ファーストシェードカラーとセカンドシェードカラーの代わりに多分テクスチャーを使う方法があるかというご質問だと思いますが、基本的に、ですね、テクスチャーは全てのカラーに使うことができます。で、さらにその場合はですね、例えば同じテクスチャーを割り当ててやって、例えば色を変えてやるみたいなこともできますし、逆に完全に掛け合わせる色は例えば白を使うことによって完全にテクスチャーを分けてしまうみたいなこともできますので、そこら辺は割とですね、千差万別にできますので、ぜひ、ね、マニュアルを見てみてください。もしも分からないことだったらそこら辺ちょっと聞いていただければと思います。ありがとうございます。はい、UTS-2 2.0.7 大変ありがたく使っております。アバターにアウトラインをつけた場合、紙とかの先のメッシュ割れて見えるのは仕様ですか？スケール方法を使うことしかありませんか？あ、これなんですけど、これはですね、モデルを作るときにですね、頂点をですね、結合する必要があります。このあたりはですね、トゥーンシェーダーを使う場合のモデリングのですね、作法に近いところはあるんですけど、ここに分かれちゃうとか、あとハードエッジってすごくトゥーンシェーダー弱いんですね。特にアウトラインは弱いので、そういう場合はそういうところは注意して結合してやる必要があります。そういうところちゃんと注意してやればちゃんときれいに出ますので、ぜひやってみてください。はい、はい、ありがとうございました。